プライ級タイトルマッチ12回戦をお届けしてまいります。右側チャンピオン、この WBA のスーパーフライ級初防衛戦、井岡勝人、そしてチャレンジャーホスベルペレスです。放送席解説は元 WBA 世界スーパーフェザー級スーパー王者内山隆さん、元 WBC 世界フライ級チャンピオン内藤大輔さん、そしてゲストに山本千代さんをお迎えしてお送りをしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ第1ラウンドがスタートをしました。まずお互いにジャブを出し差し合いました。左のジャブをダブルで出していきます。内山さん、相手のペレスが強打者というところが一つ大きなファクターになると思いますけれども、はい、序盤はどういったところを注目してご覧になりますか。まあいつも通り井岡選手はガードを固めて、1ラウンドはいつもゆっくりゆっくりこう相手の動きを見るという形なんで、はい、まあ、2ラウンド入ってからぐらいですかね。はい、まあ、しっかりとお互いにジャブをつきながら、まずはお互いのスカウティングをしているというそんな立ち上がりになっています。まあ、いつもそうなんですが、お右を当てていきました井岡、右を振り下ろしていきますペレス。山本さん、何かこう井岡選手のその立ち振る舞い、当たり当てました。何かこう球道者のような雰囲気を山本さん感じませんか。そうですよね、この静かにスタートしていく姿っていうのも変わらずで、やっぱりかっこいいですね。はい、まあ、この緊張感がある試合の入りになっています。ボディを打っていきました井岡、左をついていくペレス。まあ、今回の試合の前にホセ・ペレスですけれども、エストラーダのトレーナーアルフェルト・カバジェロの下で、弟子入りをして、練習を積んできたという話です。まあ、ですからこの、ペレスの延長線上にはもしかしたらエストラーダがいるかもしれないという、そういった対戦相手であるということも一つ情報です。左のジャブを振るっていったペレス、ちょっとねこの、ペレス選手がね、だいぶ半身になって構えてるんで、はい、ちょっと距離感を使うまでに少し掴みづらそうな相手ですね。はい、まあ、ちょっと角度がある分、なかなかというところですね。そうですね、さあここは追いかけていきます。左のジャンプを振っていきますが、ただ井岡は非常に安定したディフェンス技術を誇っています。まあ、井岡選手の本当すごいところは、まあね、ガードももちろんのことですけど、やっぱり連打でパンチをもらわないところですよね。はい、一発いいのもらったとしてもその後すぐ体が自然と動くんで、はい、もらわないんですよね。そういったところが素晴らしいですよね。まあ、いわゆる本当に基礎の練習をしっかりと常に積み上げて磨き上げているその延長線上にこの井岡選手の姿があるわけですが、内藤さん、立ち上がりもう2分を経過しています。ここまではどうご覧になっていますか。そうですね、ペレス選手の方が様子を見ているように 見えますね。はい、井岡選手も、まあ、様子見ながらですけど、でも手数が、出しているなと思います。まあ、いろんなこう駆け引きが両陣営の中であると思うんですけれども、まあ、カバチェロトレーナーがですね、井岡選手のことを表してバックステップが彼の弱点なんではないかというちょっと我々からすると驚きの発言があります。さあここは足元のピッチャー右、さあ一つ井岡当てる、そして右のフックボディ、いいですよ、左フック気をつけたいですからね。試合はパンチありますし、ペレス選手ちょっと状態高いんで、はい、結構反りながら腰取りながらパンチ打つんで、これ井岡選手多分タイミングはい、第1ラウンドが終了しました。まあ、終了間際に一つ、まあ、僕に要請をつけましたね。はい、まあ、この左右のパンチが当たったシーンをご覧いただきました。内藤さんはどういった見立てですか。まあ、どちらかというとチャレンジャーであるペレ選手の方が様子を見たのかなという感じで、はい、で、まあ、ラウンドで言えば井岡選手の方が取ったのではないかと、やっぱり、でこの2ラウンドどうなるかですね。なんか井岡選手珍しいですね、1ラウンド目から結構、ね、はい、手数を出してるけど、まあ、本人の珍しいノックアウト宣言というのもね、内山さんありましたけれども、はい、本人ちょっときつるところもしかしたらあるかもしれないですね。右のストレートを返していきますペレス。さあペレスがどのあたりから、まあ、本人のギアを上げてくるのか、左のジャブの差し合い、ボディをテイク、ボディ返します。井岡この右からアパーへとつなげていきましたペレス。ここはペレスが一つちょっと出てきましたよ、やっぱり右のフックダブル。さあここはしっかりとガードを固めながら、内山さん、ここまでの展開2ラウンドいかがですか。今ちょっとペレス選手の方が、押してる感じありますけど、はい、右、ただ井岡選手今無駄なパンチもらわないようにしっかり様子見てるところですね。はい、まあ、ただこれ距離近づくと結構内藤さん、パンチは怖いものがペレスありますね。そうですね、やっぱりパンチ力、KO 率が物語ってますよね。は
20勝のうち18のノックアウトがあるというね、非常に高いノックアウト率を誇っていて現在3連勝中、それが全てノックアウト勝利という、プレスです。右さあここもかぶせていくのはパンチとプレス、左フックダブル、結構怖いですね、そしてボディ、かなり思いのほかパンチをもしかすると内山さんこれ感じてる可能性ありますよね。そうですね、横田選手はしっかりまだちゃんと見てるんで、はいはい、まあ、かなりやはり内藤さんプレスが動かしてきた感じの2ラウンドですね、まあ、ただ迎え撃ってますね横田選手はね、特別慌てた様子自体は井岡はないというふうに見ていいでしょうか、内藤さん。そうですね、よく見てますし、ガードもできてます、さあボディを返していく、プレスは序盤からあんなに結構思いっきり振っていくとダメ、結構スタミナがきつくなってくるんじゃないかと思うんですよね、まあ、かなりね、圧を上げてそして出力も出してきました。ボディ左そして右のストレート、このちょっと近いような距離がちょっと内山さん怖いですね、まあ、とにかくノックアウト率、まあ、20勝のうち 18KO という高い率を持っているこのホスベルペレスです。右は返しています、バックステップ冷静に見ていますペレス、左から右下から上へと突き上げていきました。ワン・ツー・スリー、ペレスが前に来る、やっぱりパンチはありますね、ペレスですね、はいはい、さあ左のジャブで一度止めたい、左のフック、アッパーは空を切った、この辺りは見切っています、ただ危ない距離にはなっています。少し井岡の方が今中央を取って詰めていこうというところ、第2ラウンド残りは10秒、ボディからボディ、さあここから時間はほとんどありません、第2ラウンドが終了しました。このラウンドはデレスが取ったかなと思いましたね、ただまああんだけね結構大振りなんで、はい、まあ俺は井岡選手のあのカウンターでボディーブローとかが入るのも時間の問題かなと思うんですよね、はい、ただ今前半はやっぱりプレス選手今勢いよく来てて強いですけども、はいはい、この後のペースがどうなるかですね、まあ、後半はこうやって盛り返すようなシーンもありました、ちょっとお二方に皆さんにもご理解いただけたらと思います。山本さん、改めて怖いチャレンジャーですね。そうですね、振り回すようなパンチをするので、うん、その辺がちょっとヒヤッとするところですよね、はい、まあ、距離が近づいた時にはねコンパクトですけども非常に強いパンチを打つこともできるホスベルペレス、左のジャブをついていきます井岡、まあ、ただその後何か動揺を見せるような様子は井岡にはありませんでした、しっかり後半戻してきています。左から右、ボディから右、この右のフック、これ内山さんいかがですかペレスの右、怖いですよね、はい、右返した、そして左、さあ近い距離、ここで打ち合い、ここはガードをしっかりしている井岡、パンチありますね、ただガードの上からでもしっかりと打っていきますペレス、いやこれは相当なパンチ力が内藤さんありますねペレスは。そうですね、パンチありますよ、これどうですか、あんまりこうガードの上からでも蓄積はしない方がいいのか、どういうふうに考えたらいいんですか。僕はやっぱりガードの上からでも蓄積はしない方がやっぱり理想ですよね、さあ足を使いながらペレス、今は井岡が詰めていきます、少し流れが、まあ、井岡の方が前に来て、戻そうというふうな感じの意図を感じますが、左入ってくるところに左合わせようというところ、井岡の右、さあ右、そしてボディダブル、右当った、さあここはボディバックでパスオットしますが左当てる、あボディ攻撃いいですね、ボディ攻撃だ、ボディ決まった、チャンス、さあ井岡チャンス、ただペレスもパンチ力あるぞ、あえて前出てますねペレス、下がっちゃいけないっていう、ちょっと今重心もぶれましたし、まあ、ダメージだと思いますが、ボディダブル、嫌がってる嫌がってる、動き明らかに止まりました、いいボディですよね、だいぶボディは嫌がってるような気がしますけどね、ちょっとあの前傾になってるのもそれ影響してますかね、ガード下がってますからね、ボディ確実に効いてると思いますよ、嫌がってますね、さあ第3ラウンド残り1分、明らかにボディ嫌がるシーンがありました、ホスベルペレス、で井岡がプレッシャーをかける、右狙いな、右狙い、それはどういったところに感じますか、あいやボディ狙い、あボディ狙いね、井岡、左ボディは狙ってると思います、はい、あ嫌がってますね、完全に効いてると思う、はい、お右、ボディ返していきます、井岡、まず上を見せておいてのボディ、空いてくるところにこのボディを入れていきます。ボディ返すペレス、ただペレスも一発は当然あります、
ちょっとローブローの注意が井岡一人に対して与えられています。さあ正直山本さん、これだけ序盤でエキサイトするような展開になるとは。本当ですね、前回の横さんだったらもっと静かに試合が始まったんですけど、かなりもう白熱した試合になってますよね、まあ、本人も前回の試合まで足を止めるようなシーンもありましたけれども、まあ、今回も結構こういったシーンがあります。さあ右のフック、左フック、これはごめんなさい、ちょっと今ゴング後の、やっぱ相手も振ってくる分隙が多くなるんで、はい、井岡選手の代わりしっかり見て打ち返してるなって。入りましたね。そうですね、冷静ですよね、全然相手を見てる、はい、さあこの飛び込んでくるパンチが一つ、内山さん、このペレスの特徴なので、あの飛び込みは気をつけたいですね。そうですね、だまあしっかりブロックして、やはり大きいパンチ来た時にリターンを返すことですよね、はい、まあ、それはまあ本人はあの自然とできてるんで、はい、長引きは長引くほど僕は栄が有利になってるんじゃないかなと思いますね、はい。まあ、序盤少し飛ばしているというね、そのあたりのまあ心配も細部プレスの方はあるわけですけれども、はい、左のジャブを出していきます。ただパンチがあるというのは得なんですよ、やっぱり、ね、デメリットなくて、うん、パンチがあると、ね、本当に一発でひっくり返すことができるんでね、最後まで分かんないんですよね、はい、相手に与えるやっぱりプレッシャーっていうのも相当あるでしょうからね。左のフックペレスが出します。これもやっぱ怖いですね、いいパンチ、うん、もう打ってきますね、はい、あのちょっと近い距離であのお互いがもつれ合うようなあのタイミングって結構怖いですよね。いや怖いですよ、まあ、序盤には右のフック、そういった形の流れの中でいいパンチがペレスも当てていました。右のフックかわす、まあ、当然当たれば倒せるようなパンチをペレスは持っています。オーバーハンド、左のジャブを出していく。ただ少しずつボディーワークで井岡選手がかわすシーンも増えてきました。左フック、ここもかわす、まあ、気持ちが、ペレスちょっと、ね、距離開けたがってるように感じますね。距離、ちょっと開けて戦ってますね。あんまり打ち合いしたくない感じですよね、うん、はい、ね、これはどういったあの考えが予想されますか、内藤さん。いや、やっぱボディ嫌なんですよ。あ、もう単純に一回聞いちゃって、一回聞いたボディっていうのはなかなか回復しないですからね、そういった中で相当にボディを意識、相手がしているところをどういう風に内山さん利用してくるかですね、ボディ、見た、これも上がったね。そして倒すぞ、さあボディ、いいボディだな。さあ左残り1分ある。ただ右は要注意、この右は要注意、アッパーもある。ちょっとペレスも一発あります。いや効いてますね、このね、ちゃんと待てるまとめるところはさすが井岡ですよね、はい、はい、いやもしかしたらちょっと計量ね、あの苦しくて、食べ過ぎた感もあるかもしれないですよ。ちょっとボディで効いてますもんね、これ。ペレスが相当に嫌がってるということですね。そうですね、はい、今度は左にしっかりやっています。でこのワンツーもだいぶ2キロになってきました、井岡。そうですね、だんだん相手もあの、一発で効かそうと思って振りがでかくなってきてるんで、はいはい、そうなると余計やすいですよね、序盤とは少しじゃあペレスの攻撃自体も、まあ、変わってきてるということですね。そうですね、左のジャブ、この辺りもしっかりと捉えています、シャープに。そしてボディ、うわ、右から左、この近距離要注意、左から右、目立ちましたね、最後の最後にちょっとあのいいパンチ当てたんですけど、ペレスは、はい、それでも印象は井岡の方がいいんじゃないのかなと僕は思います、はい。内山さんいかがですか、このボディはあのボディ打ちも含めて。いや、まあ、井岡選手優勢かなと思うんですけど、ただやっぱペレス選手が、この打ち返してくるんで、はい、そういったところが怖いですよね、まあ、ただ、今の乱戦進路、やっぱりあくまでもボディを狙ってくると思います、このあたりやっぱり嫌なことを徹底した方がいいということですね。そうですね、一度聞いたボディ先ほども言いましたけどね、なかなか回復しないんで、ガードの上からでも嫌なんですよ、やっぱり徹底してあのボディ打たれたくない、今このスタイル、これ打たれたくないように僕は感じます、はい。左のジャブを出していきます。このあたりもしっかりとガードで対応している井岡、まあ、少しコンビネーションは減ってきたかなという印象があるペレスです。一発で、まあ、このジャブで伺いながらというところですが、
さあ少し岩川が詰めるか、左を出していくペレス、中央から詰めていきます岩川。まあ岩川でもいいプレッシャーのかけ方しますよね、はい、バッツ打っていきますが、ここは狙いながら下から上プレス、もうだいぶこう井岡選手の方がプレッシャーで相手をおそらく内山さん動かしてますね、はいはい、左のジャブワンツー、手数出てるのはプレスですけど、あの距離を支配してるのは井岡ですね。的確性だいぶどうですか内山さん、変わってきてる印象ありませんか。やっぱり、はい、序盤からのプレスがだん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 効いていく、まあ、もちろんプレスもあまりくっついたところで接近戦、まあ、ボディーとか飛んでくるんで、もらいたくないなってのがありますよね、はい、あこの左フック、ただやっぱ接近戦でもやっぱりですよ、ね、強いことは強いですよねプレスは、はい、まあ、接近戦もちろんボディーを当てられる内藤さんチャンスもありますが、逆にプレスが一発ヒット当てる可能性もあるはあるんですよね。もちろんもちろんそうですね、その一発をもらわないようにしないと、その一発をもらうことで一気に形勢逆転しますから、はい、まあ、それができるだけのノックアウト率を誇っているホスグレプレス、ただそう簡単にはね、うん、井岡選手はもらわないと思いますけどもね。ここまでガードワーク含めて井岡選手、おお右当ててさあチャンスになるか、残り1分、アパウティークペレス、こういうの怖いですよね、右ボディからしっかりと作っていきたい、ガードだけは忘れたくない井岡、そのあたりは徹底できる選手です。左フックペレス、右フックボディ左蹴り、うまく繋げました。八重本さん、今のコンビネーション良かったですね。綺麗にコンビネーション入りましたね。右来た、カウント、カウント、カウント、いいか、来た、止まった、チャンス、さあ決めた、カウント、カウント、いや今のは見事なカウントでしたね。ちょうど内山さん入っていくタイミングでしたね、相手がで、本当にもうドンピシャでしたね。あーこれはもういいぞ、さあ残りは10ある、さあ倒せるかどうか、ここはフィニッシュ、取ることができるかどうか、諦めるか、ここはラウンド終了のゴングです。ね、金が先だったね。2回のダウンを取りました、はい、なんかこれぞ先ほどあの内藤さんが言ってた引き出しですよね、うん、このラウンド数になってまた新たなものを引き出してくるっていうのが常にこう練習を精進されてた井岡さんだからこそできることだなと思いました。いやもうあともう数秒あったら内藤さんこれ止まっててもおかしくなかったですね。そうですね、俺は本当そう思います。ゴングに少し立ち上がりはしましたが、ちょっと足にどうでしょう、どうだ、力が入ってない印象がある、倒せるかどうか、勝負いくか、6ラウンド、まあできれば KO を見たいですね。さあしっかりとガードを上げながらいいプレッシャーのかけ方、このあたり内山さん冷静にやってますね、井岡選手、まあいきなり行くんじゃなくて、もう行くから、ボディからコーナー詰まっ、あっという間に詰まっちゃってますもんね、少しこのパンチの威力自体も圧も少し減ってきているような印象がありますホスグレプレス。さあただ井岡は冷静に詰めていきます、しっかりとした形で、さあここはあと1回でもね、そしてボディもうストップじゃないかな、それが欲しいですね。こういうところでね、ちゃんと、ね、腹を狙っていけるのがすごいですよ、普通みんな顔面来たからなんですけど、いやキャリアの差が出てますね、レサビギセント、さあここはチャンス、ボディまとめる、さあどうだ、こう攻めになってそこだけ気をつけたいです、相手がどんどん来てね、パンチもあります、そうです、そう、ちょっと一旦距離を取って、井岡ここで出ました、ご覧のようにプレッシャーをかけていきます、ちょっと今、狙ったか、大きな振りになりました、井岡、きついな、でもだいぶ、ちょっと何か内山さん、時間の問題というふうな感じも見えますよね、そうですね、さあ、右、トランプ、もう一回右、あくまでもじわじわ、ね、倒しに、冷静ですよね、井岡、下上、しっかりと打ち負けながら、僕だったらここでラッシュかけちゃいそうですけどね。冷静ですよ、あれでね、上下上下いけるのか、冷静ですよ、やっぱり、さあ残りは1分30秒切りました右、ちょっと危ないタイミングでしたが、さらに右、冷静です、しっかりと圧をかけて左を打って、何か詰め将棋で一手一手詰めていくような感じでプレッシャーをかけて、右ボディ
バックリーチは相当嫌がってるピンチですね。さあボディーまとめる、さあブレークダウン、ボディー切った、ちょっと右、ちょっと今ローブローですね、ちょっと低いね、ちょっと低いですね、ローブロー、はい、ちょっと低い、ペレス戻らせる、休みたいな、ね、休みたい、明らかに嫌がってるのはペレスです。いや残り、ね、これで倒せるか、アパウティック、時間の問題だと思うんですけどね、綺麗に倒してほしい。さあここはカウンターで倒すのか、それともボディーで悶絶をさせるのか。あ、休ませないでほしいな、狙わないでほしい。ただ慌てることはありません。何か一発狙いというよりもしっかりとプレッシャーかけながら、ね、はい、ね、うん、今言ったようにあの、詰め将棋でいいですね、詰め将棋で、はい、ね、3手詰め5手詰めでもいい、ゆっくり、まあ、時折こうやって飛び込むようなパンチペレス打っていきますが、ちょっとこのステップ入り込む、さあチャンス、すごいな、ペレスも頑張る、いいの実績でしょうか。ああ、そう思います、うん、はい、いや、いやですね、ボディで効いてるからボディ守るじゃないですか、ガードするじゃないですか、そしたら今度上にね、ちゃんと返すんですよね、ヨガはね、はい、で上今度守るとボディに来るっていうね、本当その将棋のようなね、いい戦いしてますよね、まあ、内山さんもおっしゃいましたけれども、しっかりとこの時に冷静に打ち分けられるというね、そうですね、そういったところがね、やっぱまあ練習の賜物ですよね、はい、本当に世界タイトルマッチとなると、はい、どれだけすごいかっていうのを打ちつけられてる感じですよね、でこれダラキアンとフルラウンドを敵地ウクライナで戦っている選手がホセルペレスなんです。この選手を倒せれば当然ですけれども、かなりの、価値があるのは間違いありません。さあ、よくワンツー打っていきます。とにかくまずは目の前の試合をしっかりと戦って、でその先にエストラーダという姿を見据えます井岡一人。そしてくしくも、今回の相手はアルフレッド・カラゼロ、エストラーダのトレーナーに弟子入りをしている選手でもあります。ある意味この勝ち方がエストラーダにプレッシャーを与える。さあ左右出していきます。もうペレスは一発逆転しかないんですよ、だそれ狙ってるんですね、はい、ただなかなかそんなの当たらないですからね、捉えました、惜しい、惜しかった、まあ、あともう少しずれていれば間違いなく倒すようなパンチになっていました井岡。この冷静にプレッシャーをかけるやり方っていうのは内山さん変えずにでよろしいですか。いいと思いますよ、はいはい、またチャンスはいくらでも来ますから、まだ、まあ、考えてみれば12ラウンドの半分を経過したばかり。いやでもね、ペルスはこの、ね、カウンターの一発狙いですもんね、なかなか当たらないですよ、でも、はい、この接近戦だけは要注意。右のフットを振るっていかパー、はい、そうで、モディ効いたな、モディ効いたな、モディ効いたな、動き止まって、ちょっと今、ワクスを上げるような仕草がありました。まっすぐ下がっていきます、ペレス。そして左のボディ、ちょっと感じるような感じでね、内藤さん捉えましたよね、ボディ、そしてボディ上がったように見えましたけどね、だいぶこの辺りベルトラインを気にしています。ワンツー左、さああとはフィニッシュができるかどうかというところになっています。残り1分、左のパンチを一発返していきますペレス。左からボディー強烈、残りは50秒、第7ラウンド、ちょっと狙わないでほしい感はありますけどね、ちょっと手数をちょこちょこ出してほしいですけど、井岡は。それは井岡選手がプレッシャーかけた時ですね、その辺は内山さんも感じますか、ちょっと狙いに来てる感じ。あ、少しちょっとそうですね、やべやべやべ、次当たった、右からのボディ当たった、ストレートです、もう厳しい、もう厳しい、止めてもいいんじゃないかなと思いますけども、カウントアウトになるのか、膝をついている、目に入ってる感じですか。ね、あ、ほんとね、戦意喪失したんだ、もう目に入っちゃった、はい、ちょっともうダメージもね、他のダメージもあるから戦意喪失ですね、強かった、井岡一人強さを見せつけました。すごい、ホスベルペレスを相手にもう5ラウンド以降は時間の問題という中で最後はカウントアウトのノックアウト撃です。WBA 世界スーパーフライ級のタイトルマッチ、この WBA スーパーフライ級では初の防衛戦、初防衛戦成功しました。あ
なんか聞いたというよりはちょっと目を押さえたような、ね、感じが内山さんありましたよね、うん、まあ、もちろん聞いてはいたんですけど最後の本当に、多分目に直撃した感じですね、はい、うん、目が開け目をしてたんで、まあ、例えばですけどももしペレス選手の方が優勢であったら、うん、あの痛みでもう立ちますよ、はい、うん、もうこれまでボディダウンも何回もしてるんでね、選手消失しちゃいましたね、はい、見事初防衛に成功、 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン井岡一翔、7ラウンドカウントアウトによる文句